日々まゆののエブリデイまゆチャンネル。この度は吹奏楽部を選んでくれてありがとう。ご使用の前にこの取扱い説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません。ご了承ください。休んだ日の休まらない心、楽譜渡される時の謎の緊張感、団体行動だからこその焦り、引退が遅い、好きな曲はメロディーで覚える、金賞への熱い思い、新譜をもらってもすぐに演奏できない、吹部男子は女子の闇を見る、までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。